皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日 YouTube のコミュニティタブに質問を受け付けてます。皆さん質問してくださいなんていう書き込みをしたら、バーっていろんな人が書き込みをしてくれたので、この動画の中でズバババババッと、答えていこうかと思います。レッツスタート。シューさんからのお便り。2本目のギターはどのくらいのレベルになってから購入したらいいか教えてください。一言で言いますと、いつでもいいです。もう今すぐ買いましょう。明日買いに行きましょう。別にいつでもいいです。欲しくなった時は買い時です。あーさん、8ビートのストロークのバリエーションがとても少ないので教えてほしいです。これに関してはね、単純にいろんな曲を弾こうっていう話です。バリエーションたらかんたらではなく、増やすんたらかんたらではなく、ほんとね、もう100曲弾こう。とりあえず100曲。100曲ぐらい、もうバーっと弾いて、いろんなこのコードとかリズムとかをマスターしていくと、もういろんなバリエーションが出てくるんで、とりあえず100曲を目標に練習してみてください。キャラメルポップメンさん、なぜ2弦だけは1つ手前の弦と4度の関係ではなく3度なのか気になります。もし3度でなかったらギターを弾く上で何か困ってしまうんでしょうか。そうですね、多分すげえ困ると思います。 E コードとか C コードとかそういうオープンコードもそうだし、 F とか G とか、 なんかこういうバレエコードに関してもすっげえ難しくなってくると思うんで、困ったことだらけになるかと思います。まあ平たく言えば多分そっちの方がちょうど良かったっていう話だと思うんですよ。まあいろんな人がこうね、演奏したりとか試したりとかして、あ、もうこのチューニング A やんってなったのが、今のレギュラーチューニングなんだと思います。ギターの前の楽器ってさ、そのリュートというなんかひょうたんみたいななんかこう楽器があるんですよ。4本弦なんですけども、でそのリュートがギターラインになって、まあ、今のギターの形になるんだけれども、今のギターの形になって弦が6本に増えた時に、まあ、大体その1600年ぐらいの時なんですけども、その時にレギュラーチューニングっていうのはその登場したと言われております。その時にまあいろんな人がね、こうバーッとチャレンジして、あ、このチューニングええやんつって、みんながもう便利で使い始めたのが多分レギュラーチューニングっていうことだったと思います。そんな感じで便利だからということです。ちなみにスタンリー・ジョーダンというギタリストは、もともとピアノをやっていて、そこからギターに転向した人なんですけれども、もう指板上のこの音がもっとリニアにいった方がいいということで、まあ、レギュラーチューニングで今まで練習してきたけども、うん、どうしようかなということで、悩んで4度にしたっていう人もいます。スタンリー・ジョーダンはですね、その3弦と4弦3度でチューニングしてるわけじゃなく、全部4度で、チューニングをしてるんですけども、そういう選択をする人もいます。だからね、別に決まりがあるわけじゃないんでね、その柔軟に、皆さんのスタイルに合わせて、アレンジをしてもいいんだと思います。ただまあレギュラーチューニング便利だよねっていう話。ヒデカツさん、もしかしたらすでに公開されてるかもですが、ハーモニクスの原理、うまく鳴らす方法と効果的な使い方。リッキーさんじゃないですが、竹谷さんバージョンのギターあるある25線など、長いギター人生で共感の。ハーモニクスに関しては単純に説明している動画はすでにあります。僕のチャンネルでハーモニクスって検索すると、ハーモニクスについてそのね、喋ってる動画が出てくるんですけども、それを見ていただければハーモニクスの原理的な話もしておりますので、よかったら参考にしてみてください。ギターあるある25線に関しては、ちょっくら考えてみます。ご意見ありがとうございます。アリさんからのお便り。ギターの単音を覚えたり練習する方法を知りたいです。動画に出てたらすみません。いや、これ動画ないかもしれないです。前、メルマガではね、何回も言ったんだけどね、これね、動画ではないかも。ちょっと検討します。ビリネロさんからのお便り。ストロークのアクセントの付け方を教えてください。初心者はこれ弾けシリーズ第1章のストロークはお手本と自分が弾いているのでは違いがありすぎて、同じ曲を弾いているとは思えません。これに関してはね、確かね、4章のロビンソンかな、その辺でね、やってるはず。なんか揺らぎというか、その強弱っていうか、ダイナミクスっていうのがあるんですけれども、ある程度ギター慣れてきたら、そのダイナミクスを意識するといいよっていう話を、練習続けていければ、そのどっかで僕がね、し始めると思うんで、その時に練習すればいいかなと思います。最初からそれをやろうとするとね、すげえ難しくなるんで、最初はすっ飛ばしてもいいかなと。で、まあ、あえて、ちょっと練習してもいいなと思うんだってしたら、こんな練習をしてみてください。その強く弾くと弱く弾くを交互にやる練習。強く弱く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 、これを交互にいくんです。で、よかったら一緒に練習してみてください。強く弾くときはその全部の弦をバーンといくんですけれども、弱く弾くときは本当に一本二本の弦をこの小突くぐらいの気持ちでピッキングしていくと、こんな感じ。これをひたすらこの繰り返せるようにやると、その揺らぎ、ダイナミクスが、つきやすくなってくるかと思います。すごい、僕簡単そうやってるからね、簡単かと思うんですけども、やってみると、やべ、意外とむずいぞってなるかと思います。これをね、ひたすら繰り返して、ちょっと体に染み付けると良いかと思いますので、もし興味があれば、そんな練習もしてみてください。エンドレスゴリラさん、なんかすげえ名前だな。カバードのハンバッカーとオープンのハンバッカーの違いについて教えてほしいです。見た目が違います。サウンドに関してはそんなに違いがないです。風ひるりらさん、アコギでエレキの奏法、チョーキング以外の練習は有効か聞きたいです。まあ、有効か有効じゃないかって言ったら、まあ、有効ですよね。別に無駄ではないとは思うんですけれども、でも、普通にエレキの曲だったらエレキギター練習した方がいいのかなと思います。ゴタゴタさん、原稿は押尾幸太郎の翼を弾くにはどのくらいがベストですか。
そもそも押尾幸太郎さんの翼を引くために必要な原稿とかベストな原稿とか存在しないんで、高くても引ける人は引くし、低くても引く人は引くという感じです。なんでこれ別にそのね、何が必要かじゃなくて、単純にどの原稿が好きかっていう話、好きな原稿がベストです。ピンクモッチさん、綺麗な録音の仕方、注意点など。これはスマートフォンとかを使った録音方法っていうことでいいんですよね。その前提でお話をさせていただきます。ポイントは2つ。できる限り近くに置くっていうことと、しっかり正面を向けるということ。まず1つ目の近くに置くっていうことなんですけども、このマイクの部分がギターから遠くになれば遠くになるほど音がぼやけるので、できる限り近くに置きましょう。けどあまり近すぎてもね、その手が当たったりとか、ちょっと大きい音鳴らした時にこうバーって割れてしまうので、歪んでしまうんで、まあ目安として大体さ20センチとか30センチくらい。このぐらいで弾けると一番ベストなのかなと思います。で、方向、このマイク、ここでその音を拾ってるわけなんですけれども、このマイクを向こうに向けているとギターの音がその、ね、壁とかで辿って反射してこう拾っていくわけだから、また音がぼやけるんですよ。そうじゃなくて、しっかりとこう取りたいものに向かって、しっかりこのマイキング、マイクを向けるようにすると綺麗な音が取れるかと思います。みーちゃん、はーちゃんさん、初心者はこれ弾けシリーズを見てるんですが、曲ごとにギターアンプマルチエフェクターをどう設定したらいいか説明があるといいなと思います。こういう音を出すときのことどういじられるかよくわかりません。これに関してはすいません。ちょっとめんどくさいなと思ってしまいました。多分初心者はこれ弾けシリーズの中で僕はそういう音作りについて語ったり喋ったりすることはおそらく今後ないと思います。でもまあもしね、興味があるんでしたならば、いろいろ調べてみるとね、出てきます。例えばそのグリーンデイギターエフェクターとか、なんかワンオークロックギターエフェクターとか機材とかでやったりとかすると、まあどんな機材を使っているのかっていうね、有名なバンドであればバンドであるほどもう公開したりとか雑誌で特集されてたりとかするんですよ。そういうのをね、調べたりとか雑誌買ったりとかしてやっていくと、分かりやすいのかなと。で、そのエフェクターのモデリングとかそのタイプが近いものとかをその設定したりとかすると、近いものが作れると思いますので、もし興味があれば、そういうの調べてみてください。ただ僕はちょっとそういう機材とかに全然興味がないし、あんまり喋れることがないんで、初心者はこれ弾けシリーズの中でそれを僕がやることはほぼないと思います。すいません。SR さん、アコギについて弦によって弾きやすさがどのくらい変わるかみたいなお話を聞けたら嬉しいです。例えばソロギターにはコンバンド弦が向いているのか、もしくはみたいなことを教えていただけたらとても助かります。他の方が同じような動画を出していますが、信頼できる武田さんの口からお聞きしたいです。さっきもちょっと出てきたけど、原稿に関してはね、完璧好みなんですよ。完璧好みなんで、こう何がいいとか何が悪いとかっていう話はねちょっとしにくい。でも別にそういう話うんたらかんたらではなく、単純に原稿高い方がサウンド的には有利なんだ。音量でかいし、輪郭出るし、立ち上がりも早いし、サウンド的には、ね、高い方が、ね、絶対有利なの。けど高いと弾きにくいので、原稿を低くするともちろん弾きやすくなるんだけども、音量出ないしビビリとかも出てくるしみたいな感じで、サウンド的に不利なの。だから音を取るのか、それとも弾きやすさを取るのか、このせめぎ合いなわけですよ。このバランスをどのレベルで取っていくのかっていう話になってくるんだ。で、そのコードをさ、そのストロークとかでジャカジャカって弾いて、本当もね、オープンコードしか弾かないよ、まあバレエコードは弾くけども、そのハイポジションに弾かないよっていう人は、弾き語りとかする人は別に低い必要はそもそもそんなにないから、難しいことじゃないんで。そういう時はちょっと高めにセッティングするっていうのがベストなわけですよ。けど自分みたいにこうね、いろいろこのハイフレットのストロークギターとかね、やるときには、やっぱりこうある程度低くないと、やっぱプレイがすごい難しくなってしまうんで、どうしてもやっぱこうね、低い方に、行ってしまうという感じなんです。なんでその、皆さんがどういうプレイヤーなのか、どういうプレイが好きなのか、どういうスタイルで演奏するのかによってセッティングを変えていくっていうのがベストだと思います。で、弦に関しても同じ。太い方がサウンド的には絶対有利なんだ。で、細い方が弾きやすいんだ。で、このサウンドを取るのが弾きやすいのかを、どこでその線引きするのかという感じ。で、コンパウンド弦に関しては、ちょっとね、あれはね、話が違ってね、僕は基本的にあんまりおすすめしません。コンパウンド使うんだったらライトゲージ、エクストラライトか、ライトゲージとか使った方がいいんじゃないのかなと思うんですよ。コンパウンドに慣れちゃうとね、ちょっとね、あれはね、普通のまあね、僕が言うのもなんだけども、アコギ弦に戻れないような気がするんで、僕は個人的にあのサウンドが好きで、あれがどうしてもいいんだっていう方じゃなければ、ちょっとおすすめしかねるなという感じでございます。ウリさんからのお便り、よしギター始めるぞと思ってバンドスコアを買って開いてみたけど、初心者に優しくない、この表記なんだとか解説一切ない、ギター1から4もあるか、どれを弾いていいかわからないなどと、バンドスコアを使ってある程度弾けるまでのステップを解説してほしいです。
基本的に、まあ、ギターが1から4まであった時にその、ね、全部弾くことはもちろん不可能なので美味しいとこ取りという考え方で別にいいと思います。なんかイントロのフレーズはなんかギター1が、ね、なんか弾いてて楽しいし美味しいからここは弾こうで、サビのところはこっちの方がなんか面白いからこっち弾こうで、そのです、ね、ソロはそのギター3になっているからそのところはギター3を弾くみたいな感じで、とりあえず、まあ、バーッと、ね、あの音を聞いた曲を聞いたりとかその弾いてみたりとかして自分が面白いと思うところとか、好きなところとかをそのチョイスしていくっていうなんかです、ね、いいとこ取りの方針で全然いいと思います。逆にそのギター1ちょっとむずいからギター2で練習していこうみたいな感じで、そんな消極的な選択方法でもいいと思うんですよ。別にそんなね何しなきゃいけないとかどうしなきゃいけないというわけじゃなく、単純に楽しい方でチョイスするっていう考え方で全然いいのかと思います。田橋さんからのお便り、フレットの消耗具合の見方と交換すべき目安が未だに分かりません。3ヘイって言っても使い慣れているので違和感を感じられません。ご教授いただけますでしょうか。これに関してはね、あんまり答えになってないけれどね、買ったお店に持って行って相談するのがね一番手っ取り早くて確率です。てなわけで、ばばばばっと、お答えをさせていただきました。いかがだったでしょうか。もちろんまだね、全員に答えられてないんですけれども、とりあえず、この動画の中で答えやすいところを答えてみました。それぞれいただいたテーマの中には、あ、それ面白そうだな、一本の動画として取り上げようなんていうものもありましたので、その日はですね、ぜひ楽しみにしていただければ幸いでございます。引き続きコミュニティタブの方で質問募集しておりますので、あ、ちょっと書き込んでみようと思ってくれた方は、ぜひコミュニティタブの方を、概要欄の方から飛んでいただいて、ペッと書き込みしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは今回も長い動画になりました。けども、ずっとありがとうございました。長いとご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょうの前に、私滝沢勝成ジャワ会なる YouTube メンバーシップなんていうコミュニティをやっていたりとかします。まあ、YouTube の有料会員ってやつなんですけれども、もしよかったらご入会いただけますと幸いでございます。その中でその僕がこういう質問にこうバーッと答えまくる動画を限定で公開したりとか、あと僕が動画の中で使っている機材とかエフェクターとかをその、ね、毎月会員の人にプレゼントしたりとか、そういったことをいろいろやってますので、もしよければ、ご協力いただけますとご入会いただけますと幸いでございます。ご検討くださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。